分かりやすい例えで言うと、あの手塚治虫さんの、はい、あの、まあ、火の鳥であったり、はい、あとブッダにも出てくるんだけども、はい、あのコスモゾーンっていう考え方をあの、はい、手塚さんしてた、はい、でそれは我々 の、 その、うん、精神っていうものが我々の主体であると、うん、でそれは、うん、空間にあって個にして善であると、はい、うん、その考え方がコスモゾーンっていうんだけどね、はい、まあ、まあ、実は古代のアニミズムとかあるいはその流れをあの組む宗教とか、うん、っていうのは、まあ、多神教のものとか、はい、結構そうだったりするんだよね。そうですね、うん、で仏教もその影響を受けてたりで、いろいろこう僕調べてたら唯一神を信仰するもの、まあ、有名なのはお有名というか大きいものとしてはユダヤ教、キリスト教、なんかイスラム教が唯一神のって、まあ、まあ実はその3つとも全部旧約聖書をあの聖典にしてるわけですね。そうですね。その旧約聖書の成り立ち自体、あ、旧約、うん、そう、旧約の成り立ち自体が、紀元前の4世紀あたりにバビロン捕囚があったんですよ、はい、であの時にバビロニアにユダヤ人が、幽閉されて、でバビロニアの神を崇めようって言われた時にその反発として、うん、彼らの宗教は唯一神的に変質していったと考えられる、うん、はい、でそれまでのユダヤ人っていうのは結構、まあ、あのもうちょっとペルシャの近所とかあの辺に源流があったみたいで、うん、あのヒッタイトのあたりとか、いやいや、あ、シュメールだ、シュメールのあたり、うん、シュメールのあたりにあの源流があったみたいで、シュメールのあたりの連中らってあの多神教してたのね、はい、で多神教の流れが、まあ、そういう歴史的政治的なところで他とあのなんとか差別化して独立して自立していくために唯一神という方向へ変質していった。そう考えると、うーん、太古の人間というものは、まあ、日本の神話もそうだけれども、はい、多神教っていう、だけど唯一神としても捉えることができると、つまりは個にして善である、個にして普遍である、うん、普遍、うん、うん、まあ全体なのか、うん、あるいは分割した一つなのかっていうもの、うん、まあ、唯一神なのか他神なのかっていうこと、うん、そういった区別さえ無意味になる状態のものなんだと思う、はい、故に我々は多神教と唯一神と、うん、唯一神教とを両方合わせ持つんじゃないのかな、うん、そういう多神教の民族もいれば唯一神にたどり着いた民族もいる、うん、だけどその根源においては実はもう違いはないんだっていう、うん、そのあたりを渡辺博士は予言されてたようで、うん、うん、で僕は物質、生命、精神の次、はい、渡辺博士は名前がないので X と呼んでらっしゃったんだけど、うん、X と呼んでらっしゃって、ジモさんがそう、X の次の名前つけてくださいよみたいなことを言われてた、うん、僕は、うん、ならば4つ目の世界は空間である、うん、うん、我々は精神核を発見した後、その精神核の世界というのは実は空間全域に広がっているんだということに到達して、うん、でそこで、亡くなった、両親、祖父母とか、はい、先祖とか、はい、そういったものが個でありながら善として存在するというふうな精神の世界っていうものを確認していくんだと思うな、うん、そうで、それらが満ちる空間の中で第4の核の空間核というもので、その次に第5の世界として時間、時間、うん、で、そこで時間核というもの、ここで我々が概念として、つまりこれ概念として約束事として我々はやってるけれども、時間というものを一体何であるのか我々は分かっていない、はい、だけれどもそうした中で実は時間は存在するのだと、概念ではない、うん、時間核というもの、
の発見に至る、うん、っていうふうに思う、うんうん、それは循環じゃなくてやっぱりどっかにいつも向かっていくようなそういう時間、うん、もう我々にはわかんない、我々が時間だって言ってるのは、うん、時間の様相のある一側面に過ぎないと思う、ある種の、 知的な存在にとっては時間というものは流れないものかもしれないし、ああそうかもしれない、ある知的な存在のものにとっては時間というものは無限の平行を持っていて選択可能なものかもしれない、あるいはある知的な存在にとっては時間というものはどこでも好きな時点を選択可能な、まあどう言えばいいんだろう、数学のグラフで言えば、まあ、平面のようなもの、はい、このポイントにって選択できるような面的な性質を持ったものが時間なのかもしれない、あるいは立方体的な性格を持ったものが時間かもしれない、いろんな側面があるんだろうけど、我々はなんかわかんないけどある一定方向に等速で移動するものっていうふうに定義してしまって、それ以外の時間を感覚しようとしない、ね、なんだけど潜在的には知ってんだよ、あれはもう1年前のことかと思うこともあれば、まだあれから1週間しか経っていないんだと思うこともあれば、今日は長いなと思うこともあれば、早いなと思うこともある、その時我々の感覚は狂ってる思うんだよね。時間はそれぞれの人間にとってそれぞれに時間が流れている無限の、存在であるのかもしれない、またそれは等速で流れるものではないのかもしれない、ない、それはないね、うん、分かんない、うん、だからジンさんがじゃあ今日は何か自分が表現しようというか何かを、まあ、外に出そうという瞬間にその道具を何か選ぶ、例えばある時は墨であるかもしれないし、ある時は CG かもしれないし、ある時はデジタルギターかもしれないけれど、その時に出していくものっていうのはその始まりっていうのは今ここじゃなくてどっか他の時から始まってるもののある一部かもしれないし、もちろん、うん、そうだよね、うん、あるいは逆行してるのかな、逆行して結論があって、うんうん、それを生み出すためにこうなってきたっていう、うん、そうですね、逆の時の流れがあるのか、でもこれそうしたその時間の流れ方っていうものを、うん、過去から未来へ流れるのが当然だからっていうことでね、時間に対する他のアプローチの可能性とかを考えずに、ただその尺の中だけに乗って生きているというのはこの世の楽しみ方のものすごい一側面しか見てないと思う、そうすれば我々はもっと時空間を楽しむことができる、今時間の話ばっかり言ってたけど、まあ、空間に関してはもっとあると思う、そうですね、空間のその無限の可能性の一つを示したのが、うん、量子のもつれを、はい、そうですね、確認したということ、あれによって空間の性質が一つ捉え方が変わってきたと思う、うん、我々空間というものは経験的にこんなもんだと思い込んでいるからね、他の可能性を排除しちゃうんだよね、瞬間に我々の意識は移動するのかもわからない、